政治ジャーナリストの田崎史郎氏が16日、TBSK 昼帯日月曜から金曜午前10時25分に出演。14日に都内で行われた自民党総裁選、12日告示、27日投開票の公開討論会で各候補が自分を除く1人に質問したことに、ターゲットを絞って弱点をついて、誰を蹴落とそうとしているのかがわかる。 うまく答えられた人と答えられない人がいると解説した。討論会では石橋家元幹事長に対して、茂木敏光幹事長と林芳正官房長官、小林隆の前経済安保相が質問した。ちゃんと答えていた、と石橋を評価した。小泉進次郎元環境省には高市早苗経済安保省、加藤勝信元官房長官、上川陽子外相が質問した。 上川外相の来年カナダで開催されるサミット、G7 での発信について、小泉氏はカナダのトルドー首相は就任した年は43歳です。私は今43歳です。この43歳、総理就任というトップ同士が胸筋を開き、新たな未来志向の外交を切り開いていくと答えた。これを見ていた田崎氏は、カナダの総理と同じ年だからというのはちょっとね。 もう少し答えようがあったんじゃないかと思いましたよどういうことを話し合いたいとかではなく年が同じだからと言われても何かねえと不可解な回答に首をかしげて